メッセンジャーこんにちはメッセンジャー黒田ですどうもこんにちはメッセンジャーアイハロですこんにちは川木修加ですえ12月3日の土曜日でございますけどもえまた我々あの収録しているのが12月の2日の金曜日なんですけどもあのごめんなさいあのあんまりこのそれだメッセンジャーであのねあのあのちょっとこう暗い話は嫌なんですけども渡辺徹さんがねそうびっくりしたね今日でしょえ僕はあの1年半ほど一緒にレギュラーさせていただきましてそうよねで 61歳,1歳っていうねそのお若いね,<ー>ね<ー>で僕結婚した時もショートメールでいただいたりとか、はい、で郁恵、まあ、さんの芝居とかは結構僕見に行かせてもらったりしてたんですけどもでして、はい、東京の番組にあったんで,すよ、はい、でまあ何人かこう、まあ、パネラーのいてはった時に、うんうん、渡辺徹さん入ってはったんですよ。 昨日の出演予定でそうですよねトールさん久しぶりだから挨拶しようって思っててでパッと出演者見たら大本上の中で変わってたんですね違う方にね違う方にで何かあったけど言わコロナもあるしあるしちょっとそんなもあるんかなと思ってて本当に昨日の今日やからもう驚きましてね敗決戦 なんか最近かなんかのもともと腸炎でなんか入って、えー、いやだ体が弱って、えー、なんかもう<ー>糖尿病とか糖尿病もあるようんなんかここ何年間すごい病気してはったんですね,ね血,液血液のなんとかとか。でまあ,あのダイエットもされてねもうあのう元気になられて芝居もやられてるからまあ もうバラエティーも出てはるしと思ってましたじゃないですか、最近で言うとその通販の番組ようさん<あ>出てはるね、そうやね、そうやね、やねううめっちゃすごい。 まあ元気っちゃ元気はもちろん山色さんとも多分親交深くて山色さんもゴルフとかようやってあってまあ俺ゴルフやねんからその最近本当にお会いしなかったんですけどもいややっぱりあの何十代のあのなんか最近はね百歳まで生きるのが人生百年時代言うてるけどもやっぱりこのね。 寿命っていうのはわからんもんやね。まあまあ。とりあえず謹んでね、もうお悔やみ申し上げたいと思いますけども。ええ、はい。で、あの、今日はぎシャンでして。ぎしゃ、あの、知ってます。あいらさん。なんですか。僕別件でちょっとね、ギシャンにお願い事あって電話したんですけども。電話した時に、むちゃむちゃ、ニコニコ笑うんですよ。電話越しで笑うんですよ。ご機嫌だということがわかるってことですか。別に、あの。 そんな面白いことを言うてたのに「へへへへへへって笑うんでんか腹立ってきておもろいことも俺が別に笑かしてるんやったらいいけど別にほら普通の話だハッピーやったんかなハッピーやったかもしれませんねどうしたんですかって一応聞いてみたらあのやらさんはしてますアンダーマネージメントですアンガーマネージメント自分の喜怒哀楽みたいなコントロールして怒り 腹が立ったら6秒我慢すると<ー>その怒りはスッと消えていく短気な人はそういうことをしてくださいっていうのは聞いたことありますでそれの講習に行ったらしくて、はい、あそうなんの行ってまいりましたでなんで行ったんそれって言ったら <laughs> なんかえっとお食事会があって、うん、お食事会があった、うん、家族のね家族の,<で>のはい弟さんの奥さんがはいはい、はい、あ顔合わせでいや来なかったんですえ はい。それでもなんか都合があったりとかお仕事あったりとかちょっと体調不良があったりとか今のこのね師走の時というのはちょっと忙しいし、そういうことはよくあることだと思います。親戚中が集まるね。は結婚するお嫁さんなわけですよね。が来ないってことでしょ来ないでぶち切れたらしいです。いやぶちそう。都合によるやんか。ぶち切れたことに対してこの怒りを抑えられないでで。 その旦那さんに遭難し,したいって腹立つことは怒るわな怒って旦那さんに言うてたら旦那さんがもうちょっとこのね、うん、怒りすぎやとそのお食事会はお電話いただいた時のお食事会っていうのは、まあ、あの家族だけであの奥さんとかも呼んでみんなでお食事会しよう、うん、それはなん,かなんかちょっとまた引っ越しのよう <laughs> あれがバタバタしているというふうに言われて、まあ、来なかったんですね。ね弟さんは来来たたの来ましたであの 来られなかった。なんか、俺は、その、ね、お嫁さん側の方に立ち位置弁護人として立とうかなっていう。聞いて、まんまやったけど、引っ越しで。決まって。るさ引っ越し一日前のお食事会としんどいんちゃう?。何日前?。いや、もう、終わってるんです。終わっててこない。あの、もう、二週間以上。もう、片付けが大変でも、もう、寝られへんのちゃうかな?。そんな荷物ないです。二人暮らしで。疲れるの。 1> 1とかの家です嘘が下手くそやな <laughs> もっと体調悪いで、まあ、まあ熱出たとか、ね、そう体調悪いでほぼほぼ大丈夫の。いやそれはねまあ,あの100歩譲って、うん、まあ1,000歩譲ってまあいいよとでもなんか元旦うん、うん、元旦にあのうちの実家で。 あの集まるっていうのがあるんですねであまああまそれはそういうこともあるわな、うんはい、で2日は私は主人の方に行くそれがもう長年の形式になってるん本当は来てほしくないんですで <laughs> 自分の実家やのにあのあ名古屋ね旦那さんの名古屋は来てほしくないご主人の方のお母さんの気持ちよそれは勝手なあの黒井さんの妄想なんですけど普通はあの子あの嫁はん来えへんやん言うて怒り出すパターンは <laughs> 勝手になんで来るのってこと <laughs> 勝手にあの母方の方の までですするからやめてっててて言われのやめとそれが一かけらなわけやね来てほしくない一かけらがまずそれやってこと名古屋の県はそうなんですけどうちの実家の方に来るみたいなやっぱりお正月集まるんでね1日は元旦は結婚したばっかりやったらちょっとね顔も出しといた方がええわなはいそれも来ないとで奥様だけ来ないと弟は来るっていうんで それはちょっとさすがにこれはいろんな人にアンケート取ったんですけどみんなもかばいきれんとそれはちょっともしかして海外の方やったりそういう風習があったりとか純日本人人大阪ですそうなんです行きたいのは山々やけどみたいな理由はだからじゃあ奥さんは奥さんの方の実家に帰るんかなってそういたのはしゃあないんですけど私もまあねそうなってるんですし帰らないと家で一人でおるって言うんですよ どなた来たらえやんかってなるじゃないですか <laughs> そういうのに、ああなんかこうへんぜ一人ぼっちでねそう、俺家でさ、はい、ご主人に言うのはわかんねん<う>ちょっとごめんなさい嘘へた<ょ> <laughs> それはさ、ま家各家ごとにラフであるもんね。あらお兄さん嫌いやねとかあるけど、ま正月ぐらい今顔出しとかなさないみたいなね。軽としては分かった分かったよしゃ。はいはまな体調悪いにしとくわとか。はい。行くって言うてるけど、ちょっと年末からちょっとグズグズしてるから、すいませんやったらもう何にも門立てへんやんか。今一ヶ月前から来ないせいでから。門戸間切れです。お もういやなんんで理由を聞いたの理由はな,なん家で一人でおるんだやろ入籍を来年にすると、うん、だからまだ入籍してないからこうへんっていう理由やったんですよ入籍はでもするんですよねします、うん、でも親にね挨拶来てうちにも来たわけじゃないですか前のになんかその入籍まだしてないからまだええんちゃうかみたいな お前技師のところに挨拶来た時に、はい、やっぱり「金ぱ10本だ」っていうね <laughs> 荒ざ出るから「金 <laughs> パ10本」か「金パ10本です」「<laughs> まあ太巻き並みですほんて言ってない」「いですよ<な>、はい、まず「金ぱ」か。<laughs> <laughs> 食べたくなってしまってそうなんですかもな食べにくいやん韓国料理が食べたくなってってうけど正直な話辛いもん嫌いな人もおるしにんにく入ったら次の仕事のこともあんのにもかかわらず自分が食べたいという名のもとでああいう時ってさ出前でええねん仕出し屋のお弁当でね一番当屋のお弁当屋のお好きも人ずつねお膳でこうパンパンパンと比べられてまあねもう法事でも何でも おっしゃる通りちょっとややこしないおいしくなくても言えるここのおしないにあっこのしだしだしかなかって言えるしでも普通はまあ大体ねそこそこの味やそうや平均的なそうやいいですかもしくはうなぎ取るとかさまあそれもあるやん三30分しか時間を与えていただけなかったんですよ30分で買えると女優か女優になってんのかやってませんよ なんかそんなにスケジュールパンパンなんていうぐらいもう30分で帰るからって言われたから仕出し食べる時間ないんですよね、まず。でも、ご飯はいらんのじゃん、お茶だけでいいんちゃうその30分宣言はお茶とケーキだけでええパターンやね、そう言われたら仕事終わりって言ってたんでね、それやったらお腹空いてるじゃないですか。だからちょっととおお腹腹満たさんい ってるんやた家で食べたんやなそうなったらもう30分しかないんやからあの人んちお邪魔する時とか例えばやでまあそんな時あるわいなごめんなさい30分しかないっていう時はお茶だけで結構です本当は30分でもない15分で帰りたいっていう時じゃないのでも結婚の挨拶でそんなね30分で帰りますから次予定あんのって聞いたら別にないわけですよ。 なんで俺、ねか、その韓,<告>で韓国料理が悪いとは言えんけど、俺、韓国料理だって、<ー>やっぱりそ,のそこそこ仲良くなって、辛いもん食べれるかとかとちょっと韓流ブームで話盛り上がって。とか、それやったら分かるけど、なぜ、はい、にその俺は韓国料理したの <laughs> ってで。 前々から言うてますけどギッシャンって料理下手なんです私ね食べたこともないのでもしかして手作り手作りああキンパは買いましたびっくりしたいやそんな驚くことないですよ私が作ったキンパにチャプチェはチャプチェはすごい好きでも料理がなぜ下手かって言ったら食べたことあるないじゃなくて僕包丁握っての見たことあるんですよもう一発で分かる包丁の切り方であこいつ料理好きじゃうまくうないうまいは別としても あの好きじゃない料理作るのがこれもはっきりとわかるんです。まあ勝手にね。いやでも結婚の挨拶にね。まあい行ってチャプチェとキンパって十本ですよ。チヂミもあります。俺の中ではちじみをじく作りました。まずそこで何んななんでこんなになんでっていうかそれってそのそういう時に食べるもんではなさそうな気はするわ。三十分しかないのにやっぱり。 豚汁とか出されたらちょっと豚とんとん汁 <laughs> あと汁はあの出してないんですけどでも一つあの言い訳するとあの何食べたいって聞いたときにあの別に何でもいいわって言うんですよ三十分なのにまあ軽いものちょっとでいいで三十 <laughs> 分やったら食事いら,んいらんってことやから <laughs> 何で何で食べたいっていうでこうまあケーキとかバームクフィーヘンでも何でもえー、えよ、ー、さ、えー、持たせちょっともたしてあげてさ <laughs> はい三十、はい、分やったらなんかあの先輩とかに、うん、自分の嫁さんとかあの奥さんとか 奥さんも一緒やけども紹介するぐらいやなすいませんとか楽屋で時にそやなそれはこっちがもう遠慮して「すぐちょっとお邪魔します」って言ったら「ちょっとそれは挨拶だけで帰りたいってことやったと思うよ用事があったんちゃうか用じゃないんですけどきっちりまあ10分延長で嘘つかれへん病なんなんなんなすなん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 とんな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 なんんなんななん そんな言わないんですよ別にないけど30分で帰るっていうもう本当にその素直なこう現代によってすごい付き合いやすい人やな急がないっていうのだからもうねぎっちゃんはそれでまあまあそれで怒ったわけでしょいやでまあお正月来ないっていうのを聞いてたんで私それ母と父に言ったんですよそれはちょっとおかしいんちゃうかっていう話をそしたら父と母はもういいんちゃうみたいなそっちが大人や普通ご両親ではねあの まあお母さんの代わりと言ったりするよね。はいはい、俺母は俺全然あのこれ憶測ですけども。 別ではあってんのんちゃうウギーシャンってそんな聞きませんかつきまといますよ元旦俺でもこんな固くなな固くななことあるそうなんですよその弟にも言っといてってこんなことしたらもうほんま印象めっちゃ悪いでってその印象を良くするためになんかそのいろいろかばってるんか知らないけど全然印象悪いから来た方がいいって言っといてこれはさ黒さんねいわゆる川景色の実 かもろとも嫌なのかこのまあ登場人物のご実家にいるお父さんお母さんギシャこの中の一人が猛烈に嫌なのか多分ですよ憶測ですよその一人が誰か分かりませんからお父さんかもしれないお父さんがめちゃくちゃ嫌なかもしれんけどでもそんなことっかなだって何にもないのに家におる

いや、もう来ないからって、あの、その来ないって言ってるから、もうその無理にみたいな、その、でもそでね、あんまりったら怒ってくるんですよ、ね。弟もね、なんかちょっと、なんかもううるさいなってなってくるの怖いんで、うん、私もちょっとこうチクチク。なんか、その、あんまそう聞きたくないなみたいな。まさにこれぞ世の中でいう小姑って言うんちゃうの <laughs>、うんうん。なんで会いたいの、俺。 向こうが拒絶してるんねなら、もう、ぎっしゃん、もう、わかりました、なるほど。拒絶が早いなっていう感じですね。だから何かあって拒絶されるなら。だからびっくりするや弟さんが、もう言うてるとしか考えられへんのよね。<laughs> うん、いや、そうやと思う。だって、会うてないのにそこまで拒絶することは、弟さんの方が、もう、 いやううちの姉貴にわんがええとややこしいかいやそれしか考えられへんやっぱお父さんお母さん我が娘やからそれしか考えられへんていうかそれしかないんそんなエスパーでもないのにやでったこともないお姉さんのことそんだけ会いたくない理由の方がおかしいや誰かがその人にこうこうこうやからなって伝えられて俺はねお嫁さんじゃなくて俺弟さんが言うてると思うねこん方がええって言うていや絶対そうやで。 そうか、うん、だからお前が思ってる以上に弟さんはものすごい煙たく思ってるんやと思ういやそうですか,、ね、から俺,俺は弟さんがしたら俺は前だ弟やし血縁関係やし、はい、子供の時から知ってるから正直言ったらもう全部お姉さんの性格分かってて受け止めてると、はい、とても他人でこの玉はもう取られへん、はい、よくあいやらが言う <laughs> おじいちゃんに人は会わせたくないみたいなこと言うてたやんかお前はまあなおせやろいつもおじいちゃんのこと言うやんかお,おじいちゃん それでとはうはいえ血縁関係やからそうっっって言うけどやっぱり外に回った俺はあややのおじいちゃんの話聞いてたから昔からね、はい、デビュー当時から聞いてたから、はい、なんかえらいおじいちゃんやなと思ってるやんこっちはおんな飯行こうか言われたから行けへんよ俺絶対た多分やで、はい、まあ黒田がこコンビを組んだから、はい、じおじいちゃんに挨拶まあ来るわってなったとするやんけ、はい、俺,俺やったらやで、うん、もう混んでええよ黒田。 いやし腰鳴ると。で、この中多分やけどご飯食べた。お茶碗二杯目。おかわりちょっといただいていいですかって言った。お食べろ食べろって言ってちょっと離れた時ぐらいで、あいつはどんだけくんだよ。どんだけ悪いやつだ。そのおじいちゃんと私一緒ですか。悪いよ。あいつはあいつは遠慮っちのがないのか。悪いよ。悪いよ。実際リヨ一周してて、俺の友達が自転車でリヨ一周してて、そのね。 もう何ヶ月も半年キャンプ生活してて大阪でオレンジ訪ねてきたやんや、はい、でご飯もうさ食べるやんかまあ競輪選手やし<う> 2>、はい、で2日間泊まってて 2>、はい、な2日目の夜にはあいつはいつ帰るんだって聞こえるように見てるから「いつまでいるんだあいつは」って言りに ちょっっと寄ろううかなって俺の友達も言うたけど今方がいいわあやめてください。いちゃんがでもそれれ以外考えらんんで奥さんの方が そんなかくなんな人おるしかも正月やからなせめてしかも結婚決まってたらちょっとごさんが来るわなんな嫌いでもな絶対弟さんやって聞いてみて弟さんやって弟さん弟さんが弟さんかもしくは弟さんご両親2人かもう3人がかりってお嫁さんにちょっともう聞けへんうがいいよ私らはもうしょうがないと。 一緒になって、お母さんがちょっと待ってくださいお母さんがギシャンと一緒に怒ってんだったらべきつやでそやそやそや、失礼な人やなぁほお母さんが一番怒るやん怒るよ、失礼なお母さんが怒るやんかだって我が娘、息子、しかも長男でしょなんやのあの嫁って、なるやんお母さんはニコニコしてたやろほんなあこれはもう、あれやのジェットストリームアタックやんか、三人掛かりやんかそうやなおいしぶりされて ほんこれさ、はい、ほんまに俺どっちか言ったらその誰かをかばってあげたい。うんでも 何の嫌味も言うつもりもなくそうとしか考えられへんわ、はい、だって何日か何回か追ってて <laughs> あのお姉さん嫌いやって何年とかで分かるけど、はい、30分しか追ってなかったら好きも嫌いもないやんか、はい、でそんなんやったらもう大人の女性やからあ印象悪なると思うと思うねんだから嫌でもだからみんなそうやんか向川さんとこもかで京都の実家行くん嫌やって言うてるけど <laughs> な言うてるけど まあ、一日は止まりはせんけど、うん、まあ、一日はどこのかけてでもさ、行くのよ。行く,行く、行く。な、行くやんか。うん、ああ<く>、ああ、おめでとうございますって言うて挨拶するとか。2> 2で、三時間おって帰るやんかな。なったええね絶対常識的には奥さんのなる方は分かってると思う。でも、それを阻止してるっていうのは、印象悪なって上から来るなっていうことやから、絶対お父さんが言うてるか、ほんまにあやるみたいにご家族で、ちょっと、うちこんといてくれってなってるはずやわ。 そうかもしれないですけど私もそう聞いたんです実は言うてんちゃうのとこれほんまに冗談抜きでちょっと言ってえっちょっと面白おかしくとかそういうそんな深刻な深刻な顔で聞かれる方がこっちは傷つくってだってさ黒田も俺もそうやけどみんなそうやけど結婚してさまあ言ったら家族向こうの家族こっちの家族な決して良好じゃない場合もあるけど 一日二日ねえそりゃしゃーない時あるやんかしゃーない時やん全部すべては人見知りで終わるんですよもうちょっとすごい人見知りやからそんなほんな社会何の仕事あの普通に接客というかあの一人きりの絵本作家やったらまだわからんどこないけどさナイーブな性格なんです言われたら ないんはいはい、そうなんですよであの家来た時もそれなんでそのお仕事選んだの接客なのにっていうのも聞いたんですけど、うん、あの顔の全然あの人とそう,そういうお仕事で話すの全然大丈夫で、ね、みたいな感じで苦しいなあなるほどねそれはそのいつからその仕事もやりたかったんってこう聞き出したら、まあ、やっぱ。 弟もそ,のそこまで辞めたたってみたいな就活じゃない面接じゃないからもう弟さんがやっぱりなんかちょっともうほんまに姉ちゃんと会わしたくないっていうのがでかいな<ー>だからそのちょっとその質問攻めを始めた時に始まったって思 <laughs> っ,って思ってこれはね別にねあの本当にあの大げさに言うんじゃなくてぎっしゃんと、まあ、例えばぎっしゃんって俺の知り合いとかとご飯食べる時もあるけどもで、うん、年上やけどもぎっしゃんよりつでも年下やった場合。うん すごくこのマウントを取りたくさん取りませんよああいつの話ですか古いなこれ。青田青かつそんな体育会系とこしかも女性の中でさた宝塚出身とかやったらそれすごい厳しいらしいね歌劇団ね一年でも先輩だなんだあるけどなんかよく言うじゃないですか妹になってほしいねみたいなこと言うやつおるじゃないですか妹でもないのにないのに今女の子結構おるんですよ女の子は結構言うやつおんね 私妹欲しかったんみたいなでそのパターンの喋り方をするだよ。それを言うから弟のものは私のものみたいなところがちょっとあって<ー>だからそれはあの多分お姉さんになるっていうことが分かった瞬間に多分弟の方がいやもう本当にあの距離を取れとでもでで、ね、もしその予想が全く外れてるとするやんか、はい ほんならほんまに純粋ブッの失礼な人がそこにおるだけや。ほ、ね、<前>どっちかになりますね。それどっちかしかないねん。はい、でも普通で考える。ゃ、はいいん。俺ら別に言い目ようと思ってやる純粋のそんな失礼な人を世の中であんまりだんだん5年十年付き合ってるうちにやで。 まあガーガーも出てきてあとお金の貸し借りとかもらう時ばっかりええ顔してみたいな時もあるけどそんな距離も空いてるなこれそれはだからまあシーソーやったらまあぎっしゃにグッとこう銃がかかってるわな思うんじ自分でも分かってるの本当はだって分かってるよなじゃないんでそんな難しい答えじゃないでしょ。 首ひねってのだけやんか普通考えたらどう考えたかって弟さんかご家族が「今回は来ん方がええ」って言うだって実際その前も3人はもう奥さん会うててぎっしゃんだけ外されてったよ人見知りやけど会うてんねんそこはだからぎっしゃんだけが外されてるってことじゃないのそだってその質問攻めをご両親にまずしたやんか 私通れへん時はほんなら、何分おっを、うん。そうや。一<て>時間以上いました。一時間以上。普通にお食事されたんでしょし、はい、なんで私ん時は三十分なん。もうそれもまあ思いますけど、でも忙しかったんちゃうとかも、なんか。中止。<や>そっち側、みんな。はい、身内は。身内はやで。そこまで質問攻めしたら、本当のこと言うてくれる。って <laughs> <laughs> 身内やから電話しようかお父さんにいいですいいですうまくしゃべれません俺ができる俺はうまくしゃべれる父がしゃべれないんですいや俺はそれちゃんとお母さんにお電話し読むかい業間読めるからこれはね俺これでも俺そんな聞いたことない問題ですわめちゃくちゃヤンキーの弟がおるとかさ昔やったらそのなあったやかめちゃくちゃ悪い兄貴がおるとかもまあまああほうがええでとかそんなレベルちゃいますかね ほんで、それで怒り狂って、そのアンガーマネジメントに行って、で、その旦那さんもさ、 諭すんじゃなくてもう人任せないやアンダーマネジメントに行ってこいっていう合宿でもいいから行ってこい言われてむちゃくちゃ怒ったみたいいや家でね家でですよっどう思うってそう旦那さんになんて言ってて旦那さんはお前の旦那さんはでもそれはもうそういう来ないからそう思って接したらいいんじゃないって別にそのガーガー言うことちゃうやんいやでもさそれはさみたいになってきてお前はだからもうここやと一人 <laughs> ね気高く生きろってことやんかほ <laughs> んで悩んだら旦那さんもその家族の一員に入ってると思う <laughs> 俺な。 だって聞いたらご主人はさ、多分その中に入っても黙って、にこにこしてさ、はい、ややこしいやんかなって、た多分そ,そんな感じちゃうの家に来るって言った時も、うん、主人、その仕事、いつも忙しいのでね、うん、あの帰ってくるの遅いんですけれども、いいよ、じゃあもう遅いんやったら、もういいよ、私だけでやっとくからって言ったら、もういや、俺はその日はもうすぐ帰ろうよって、いや,ちいや、だからちゃんと早くえ帰ってきて、もしものことがあったらって、俺らの知らんぎっしゃんがどっかにおんねんって、ぶりっぶり怒るらしいんやんか。うん、そんんなな怒らない喋ってん旦那さん、うん 昔ねその時はねもう今あれから何年たってもだって人がそんなふうな振る舞いをするぐらいだから普段どうなんかっていうのがん。かこういうことを言われすぎて実はその DM でいただいたんですよ「川岸さんはアンガーマネジメントを受けるべきです」みたいなことを2通ぐらいいただきましてそのうちの1通の方に「うんな日にちが合うんで参加させていただきます」ということでアンガーマネジメント行ってきたんですよどんななんだ アンチにはかかりやすいね。アンチ。宗教関今日めちゃくちゃ穏やかでしょだから。アンチにはかかりやすいわ。言うてや。三人しかいなかったんですよ。私含めてね。で、なんで三人しかおれへんのよと思ってますや。でや。それもうワガーマネジメントで無理ですよ。いやほんでどう考えても穏やかな人たんですよ。二人とも。ほんで。 最近すごく腹が立ったことを教えてくださいって言って私も色一番「広市場にハイ!」言って「こここういうことがあって嫌でした」みたいな,それなんかそのじゃあ次,次の方はみたいな。うん あんまりないですね,でそねで。その次の人もね。私もあんまりそんな怒ることないですね。サクレやな。サやレ。<laughs> そんな怒ってもないのにマネジメントのそんなその講師も昨日始めたもん。お <laughs> いや不思議でしょ。本音、ね、ええー、思って。で最後終わった後に私その二人に質問したんですよ。なんで来られたんですか。その怒り。怒ってもないし。そうです。怒れてないし怒りそうにも見えないし。言ったら、うん 一人の男性は怒りっていう感情がもともとないとだから怒るとは何なのかを学びに来ました <laughs> でもう一人の方はそれはそれで怒らんで生きたらええやろですな <laughs> 怒る必要ないねんからな怒る必要あれももなるし <laughs> で,でもう一人の方はお姉ちゃんがすごく怒ると。

<laughs> 怒りすぎてもわかれいやほんね、に姉,姉がすっごい怒りっぽいから、うん、その怒ってる姉をどうしたらいいのかを学びに来ましたみたいなねえらい突飛車の姉でしたねほんまに怒ってるのは私だけやったんですだからうん、うん、ええと思ってまあでも普通に私みたいな人もよう,ようけくるみたいなんですけど、うん、まそれでお話聞いてたら三人やその時は3人やったんですけどその。 死んだみたいな、90問ぐらい質問に答えられました。まあまあ、そういうテストみたいなやつやな。どういう時に怒りを感じるか、みたいなが、私はすごい偏っていた、みたいな。うん何やっためっちゃ頑固なんですって、私。うしていや、もう私家帰ってね。私どこがそんな頑固。なバって言われてるよだから。勝ち切るアホとも言われてます頑固やんか。勝ち切るアホ、頑固な。 <laughs> また増えましたやんいや頑固やんか頑固は頑固やねだって絶対う絶対とか絶対言うやんか絶対絶対とか世界一美味しいとかあの,あ,のあのさんまさんの時あったやんかさんまさんの時に俺がまあ最初は冗談でいやそんなせんどいてよとか舌あかんがないよたらプリプリ怒ってその 何が私の悪いんですか?」って言った時に別にご飯をわざわざ昼ご飯食べに行ってこんこんと「いやこうでこうでこうやからあかんと思うしで実際俺らも恥ずかしいとう。<laughs> って言って20分ぐらいして「ああっていうその一回自分が悪いとは絶対思えへんやんか。されれるまでそれを 世の中でなんていうか知ってるえ、知ら頑固っていうんで <laughs> じゃあ頑固ですね <laughs> 家帰って頑固って言われてんけどどう思うってだんだ言ってそしたらまた怒ってるやんって言われて頑固やでっていうの同じように言われました頑<固>みんな頑固でバカもなすご頑固や俺今お前が気づいてるの知らんかった <laughs> だって言うてるやん喫茶店のところでお客さん二人 <laughs>、うん、しか入ってきてへんのに人怒れるから言うてもいいですか、ね、私やっぱ招き <laughs> もそれやめましたやめましたは思い込みの強さというか、はい、<laughs> 違うって言ってんのに俺違うって <laughs>、まあね、言うてんのに絶対聞けんもんでそういう部分では確かに頑固だったかも言うやで今の黒田のエピソードあるやんか、はい、私は招き猫で、うん、私は来たら商売はやんねんって、はい、そんなおめでたい性格やったら普段ニコニコしといたらいいやんね それでポリポリ、ね、怒ってるんだったらどうなってるのか分からへん <laughs> そうなんですよ感情がちめ,、ね、めちゃくちゃ晴れ女なんですって言うて土砂降りの中言ってたからなあれ、うん、はもうやめました喧嘩してなだって雨,雨ざらしの中チャリコで走っていったやろ <laughs> でこけてやろ炭鉱部できましたそうそれもあって。でで結局何やったの あほんでまあ,あのその頑固だし自分の自分にとってなんかすごい自分の決まったルールを乱されたらすごく怒ると、うん、自分の確固たるそのルールみたいなだから法律が決まってるわけでしょ自分の自分のねでなんか人のこととかは結構、まあ、そ,そこまで怒らないと、うん、<分>だってその、はい、え弟さんの奥さんは来るもんだっていう自分のルールやから <laughs> それに乱されたら怒ってるんじゃないの <laughs>、はい、それとかな新築の家に16枚のお札貼って、うんうんうん 旦那さんからするとアメリカンっぽい家してからやめてくれと16枚もって言ったらそれは自分のルールに従ってやから怒るわけよ俺が旦那やともうお前がお払い行ってこいって <laughs> いろいろついとると何かに取りつかれてるんちゃうんか <laughs> あ母にも言われました <laughs> <laughs> あんたなんか取りつかれてるねえ <laughs> 言われていやお口悪いなおいおめでとうなったいやほん、ね、のそれが90問答えて、うん、あの で、まあ、もう、その頑固ですねと、でも、とりあえず、怒りを6秒我慢、先、うん、あやはさんもおっしゃいましたけど。ねえねえ6秒って言いますよね。あれは静まるんじゃなくて、6秒待つことに、な、待つことで、理性がついてくると。 怒ってる時って理性失ってるから、理性が追いつくための6秒ですと。だから怒りを消すんじゃなくて、怒りを抑えてどうコントロールしていくかっていうのを学びましょうっていうことで1時間半きっちり学ばせていただきましてそんなこと1時間長いな。や短く根絶しましたよ。地球重力モのイエスノみたいな。イエスノはもう事前にやってんの？めっちゃ長いや。はい。最後に覚えてるのはその6秒だけ。 アイヤラが言うたことと三秒ですもん逆に言ったらその後に一時間半の後に何かあれでしょ水っぽいのかわされるそんなそんなね変な変ななんかセミナーじゃないですよちゃんとした医師みたいなもんわかってませんそれだけなんまああのそれあとはですかそれはちなみにあ五千五百円ですねそれだけ せっかく一時間半も行ったのに覚えた方6秒だけいや他にもありますけどね簡単なの教えてほしいねんだからみんなそれ聞きたいや私も実は怒りっぽいちょっと怒りすぎてる嫌いがあるラジオやからそれ言ってくれな困んのよああそうですね怒りその理性の末ってことた忘れたでもええで忘れました嘘です嘘ですよ思い出ますけど何も思わない正直すいません一人笑ってました誰も笑ってんかった何も思わないでこんなにって思うぐらい <laughs> な、な, <laughs> なーに、なももらないで、<laughs> どうした。いや、ほんで、うん、まあ、あの。 それ、ね、そのいどういうことで起こったんですかっていうので第一印象怒りの大中印を全部あげるんですこの1週間で起こった出来事で、うん、腹が立ったことの大中印を言ってくださいって、うん、1>, 1人ずつ発表していってでまあいろいろこうそのでも他の人は怒ってないんやろ <laughs> <laughs> 怒ってない大中第一印がない人は第一印象がないやんかないんです,ですよ特になし特になしで私だけだからそのいっぱい怒りましたっていうので <laughs> ううまあ言ったんですけどまあとりあえず待ちましょうと怒りをコントロールするには <laughs> 待ってリスクをとりあ せを、こう、本当にこれ怒っていいことなのかって、絶対に待ったほうがいいです。じゃないと、こうなりますよ。怒るのは勝手てやけどさ、黒田さんね。も、もしさ、はい、わ、私たちの身内の中で、その奥様が、そういうふうに、まあ、黒田さんと絶対、まあ、まあ、会いたないって言われてるようなもんやんか。はいはい、もう、それやったら、それでも、う良くない。俺も、もう、会わへん。うん、で、偉人になるわけじゃないけど。わ、はい、わかった、わかった、な、もう、もう、俺、絶対会わへんっていうことで、ええな。 それをどんな時もうですね。じゃない俺もそうして片付けるけどな、まあ、これから先スパってなってしまうともしかしたら、ね、もしかしたら仲良くなれる機会があったかもしれないのにっていう気持ちがまだあん,んでよでも、ね、<laughs> もうも向こうは仲良くしたくないんやと思う多分だってう現代句はね一番最初にそれで言われて、はい、じゃあ分かった分かった俺やったらね、はい、向こうが例えば何か病気になったとしても俺はもうお見舞い以外そういう関係性でももうええねんなって 弟に言うわ、はい、いや例えばその時にお見舞いは渡すけどもう渡す行くのは行いかもしんないけど<う>それはちょっと自分の中に納得できへんの ちょっとあのもうちょっと仲良くなりたくないそう言うてるようなもう言うてるよなもう仲良くなりたくない言うより失礼やと思うてからほんまやったらな別に逆に立社も何もしてへんわけや大う嫌われる方が嫌やんかだって理由がない今あるからでも理由ないやんか理由ないけど弟さんがそうやって言うんやったら分かったと俺もそうするだから正月も多分一緒に会わへんし子供できても別に会わへんしとかいうことでいいんじゃん。 いや家族少ないんでねななんんかかそのせっかく、ね、家族少ないんでね言われてもう俺も家族多ないで <laughs> うん、うん、でもそれは向こうお互いが求め合って仲良くするもんやから <laughs> こうじゃないとあかんない一家の長やないねんからさ、うん、もう別に、えー、もうお,お父さんもお母さんももうええー、って言ってゆかとは会うなって言ってん、ね、から一家の長がそれをもう決めてるわけや家計、うん、な。 よう学校でもおったやんか保健医でもないのに誰かがちょっとお腹痛い私が教室連れて行きますとか保健医おるから保健医おんねん全く一緒です全く違いますよ一緒ですこれでもやっぱりまだうんって思えへんのがすごいな俺はだって悪いこと言うてるつもり全然ないもん向こうがそうやねん向こうがそっちの方がいいですって言うてねんから 実ッがそのもしかしてその弟さんの奥さんの立場で「私は行きたくないんです」って言ったら「それは行った方がええで,ええで言うよ。はいはい、でも向こうがそうやったらもうそれしかないやん。だって1年の刑は元旦にありって言われてるぐらいやからせめて元旦ぐらいはどういう状況の中で待ってもそこでこう穏やかに過ごしましょ、はいはい、うっていうのは日本人の元々のねうう、はい、会えるもんなのね。 何にもないんです私。って言ってまうんやろ。何にもないけど行きます。すげえやそれはもう実家に帰るんでしょう。自分とこのうん。いや帰るの。帰らないんです。帰らない。一人で家ずっと。はい。まあわかりました。ちょっと一回じゃそれ案を言ってみます。次あの家族の時。だってもうそうやって言うてるようなもん。怒りコントロールもできるんであのおとなしく静かに言います。もうだからもうそうやってまあまあそのねお祝いとか。はい。 私冠婚葬祭はあれするけどもそれ以外は合わない合わない結婚式もだってでしょだってはいまだ教えてもらってないっていう段階ですはいこっからやと思うんですけどいや俺そんだけ徹底できる方が結婚式なんで大体しかも姉ちゃんの仕事がこういう仕事で不定期な仕事をやってるわけやから聞くよ好きだっていや教えてもらってないというかまだ決まってないんだと思うんですよ何月ぐらいなの で、それも決まってない。何も決まってない。もうとりあえず引っ越し入籍がもう。さっきやから結婚式の話なんかも。そんなわーっと言ってこんといてっていう。例えばですけど、ちょっとお子さんができてるから安定してないとか。あー それもあるかもしれませんねあ、それかもしれませんねちょっとまだ人に言えるような段階じゃないからまあなんか安定期入ってないからそうですねあ、そうやと思いますわちゃうな俺もちゃうちゃうなそれは聞いてないですよ言うようなそれやったらして死ぬとか言う言うな言いますよでもまだ安定してないからちょっとまだその来られへんって言うなそれは堂々と言ってええやんまあそうですあ、そうですねお尻のおできが痛いかなあそれもありますね ちょょっとすごい衝撃でしその何弟の奥様がすごいのか、はい、言われるぎっしゃんがすごいのかっていうのはちょっと、まあ、2つの案がありますけどちょっと見守っていきたいなと思っておりますいおすい、ね、ません。さあ12月に入りまして、はい、ちょっと世話しなくなってね、はい、まあいろんな準備、まあ、黒田さんとかやったら、うん、まあお正月家族に会うとか。 そのためにカニを買うとか、準備があるじゃないですか。でうちもまあ、正直な話、まあ嫁はまあ専業主婦ですけど、それなりにね。おせち、おせちは作りません。いただいたやつで。はい。カーテンを洗うとか。カーテンを洗うとか。まあまあ、こうあるんですけども。この。冬にね。この冬に向かって、僕はすごいこう準備をせなあかんもんがあるんですよ。な、なやと思いますか。前言ってた。便座。 便座は潰れてるから冷たいまま貧乏くさいシートを貼ってますそれでいいんですか、ま、すごく貧乏くさいです <laughs> 毎日ペロッと剥がしてこう <laughs> <の>両サイドの両サイドで <laughs> とりあえず一冬これで頑張ってみるかあれはちょっと貧乏くさい貧乏くさいそれはもう解決しました冬冬だからですよわかりましたあのエアコンも壊れてたとおっしゃいましたエアコンはベローと舌出したような状況ですけどそれを洗濯バスター見て挟んでやるやつをちゃんと直すいやそれはもうそれで風は出ますから風は出ますから大丈夫ですいや冬やからやろ冬こたつき。あ寒がりですもんね電気 こたつが潰れた。はい、もうこ,こたつは買えませんでした。もうさすが、そこですぐ寝てしまうので、みんな。全員良くない。ちょっと風邪引いちゃいますね。良くないな。冬にね、うん、もう,う本気の大きな問題なんですけど。うん、いつも冬になると、うん、ね、亀を。外で買ってたの、家の中に入れて。 ヒーーまだおんのカメ。<laughs> ヒーターを入れて、ヒーターを入れて一冬過ごしてたんですよ。めちゃめちゃすごいな、カメ。もうこの夏でですね、カメ、はい、が思いのほな、ほか大きくなってしまったんで、うん、こう従来使ってた家用の水槽にはもう、ジャストフィットになってしまったんですよ。どけない。土壁みたいなそんなカメデカなの緑亀ですかいえ、違います。 何石亀みたいな大きな大きなめちゃ大きいねそのために水槽を買うっていうのはちょっとまたもて余ますじゃないですかまた夏になったら外で買うわけやからでもだから冬眠をねさせようさせってどうやってさせんのそんなだから冬眠をさせようと思ったら陸地を作って砂の中に入るでもこれちょっと危険性があんねんでそのまま死んでしまうなるほどで。 水槽の中で、うん、そのまま水の中で冬眠させる方法があるっていうんですけどを拾ってこなあかんねんへ<ー>せやから俺は枯葉の中でウォーキング出て枯葉を拾い枯す そりゃ朝公園でさザッとザッと履いてるやつ今特にねこの時期やったらようけ替え派はあるわなあの袋いっぱい昔やったらそこで焼きもやいてたやつやそれをちょっとすんませんとくださいとちょっとむちゃくちゃ恥ずかしい顔さしたらお前めちゃくちゃ辛いぞお前それだっているんやからでそれをねまたこう水にすいませんひと言お話申し訳ないですよ 奥さんにお願いはできないんですか。奥さんもうかカメもその大きさになったら触ることすらちょっともういや枯れ葉だけごめんやけど集めてくぐらい。そんな恥ずかしいの嫌やわ,って言われて。<laughs> いや旦那の方が恥ずかしいやんか。でもあんた毎日ウォーキングするやったらその大体俺も歩いてる時にあここ枯れ葉いっぱいあるなとか、うん、思ってた。もうもうもうあのミノの滝にちょっと紅葉見に行った時もちょっとビリ袋持って。<laughs> <laughs> <laughs> <て>なんじゃいと思うやあんまり大きかったあんまり大きかったこいつ何してんねんって思われるからちょっとサンちっちゃいか,集めから煮袋に入れて <laughs> それで水に2週間つけなあかんのよ<ー>汁を出さなあかんから、えー、そのカレー葉をねそのまま入れたあかんのよ 違うバケツで2週間水につけなあかんねんな、うんうん、でそれをやってたけど枯れ葉も2週間つけてて何か腐ったみたいな感じになってしまってあなるよな、ね、であかんでもう枯れ葉はとりあえず集めたけどまたステディ <laughs> か,かったもうあか,んかった臭いしんかもうビちゃびちゃってもう,もう <laughs> 何情報やそれは YouTube にみんな載せてんねんてなんちゃんとやったら臭くなれへんのにもうびっちゃびちゃになってなか<ー>くっさーって <laughs> 山ほどの枯れ葉ほんとのやつウォーキングのためにそれを小分けに持って外でこう捨て滑ってさ <laughs> いやーって思ったらほんなら水だけで大丈夫っていうやり方別のやつがあってほんだら水を3 0ンチぐらい入れなあかんね、うん いっぱい入れんと真冬になった凍るから水の中で透明するの透明するそのまま枯葉の中もするし水の中もするの水の中に枯葉をボコーン入れて枯葉の中に渦もれてするんだけどその水につけてる枯葉がめっちゃ草だったから水のみでいこうってなって水をたくさん入れますと入れんと本当に寒い時凍ってしまって冷凍以下になったら死ぬねんでだからその 水槽に水をたんまり入れて、うん、使ってない毛布。はい、使ってない布団で、うん、くるんでください。カメを。カメ <laughs> の、その水槽あ水槽をくるむな。俺、いや、あ、カメをくるませ水入れるからなだ、だね、俺一緒。<laughs> ほんまにだから死体域みたいな <laughs> えー、いや、誰の亀なん俺の、あ、そう長男の亀ですよで長男に、ま、一生のお願いや言うで俺亀買ったんや,いや長男にお前、彼は色うって来いっては言われへんの、うん、忙しいね長男は、ね、<laughs> 野球したり野球じいや野球やろ違 <laughs> う違う、野球部もう忙しいし <laughs> テスト周回、おひば、ま、俺だけやからさ <laughs> ビリエル僕の持って、<laughs> 彼ちょっといいですかって カレハちょっともらっていいですか。あ、あいらさんやないですか。かいやまあカレハ。いやいや。何されるんですかカレハ。いや大きい庭があるもんですからね。いやマンションですよ。<laughs> <laughs> 全部バレてる。<laughs> とりあえずその準備をしてましたから皆さんもいろいろな準備があると思いますまるまるの準備まるまるの準備ねクリスマスももうあっちゅう間ですよ結婚式の準備とかいろいろありまかたねお子さんおるけどもどうするのクリスマスはクリスマス普通にそんなそんなね下品なクリスマスしませんよなんかよくんかあれじゃツリーとかはツルあ、ツリーは今年飾ろうと思う飾りつけ一緒にしようと思って家族全員呼んではい家族全員呼んでクリスマスパーティーにれよ だからあの弟の家族うちの実家の家族全員をきつく前にしつこよくてすいません<笑><笑>じゃあ悪いけどほん正月に行けへんとかだから計画があのちょっとあのごっちゃになりましてスマホで電話して「クリスマスおいで」って電話してみたらは知ら オンラインしてあの奥さんのは知らないです。弟ももしさん今仕事してるかもしれないですけど、仕事しててもいいね昼休みはあるからさ。わかりました。いいです。ク,クリスマスやけどみんなでクリスマスツリーを見ながらパーティーしないはどう？あわかりました。奥さ,奥さんも読んで。わかりました。うん はい、送ります。さあ、来週のテーマ、〇〇の準備でお待ちしています。採用された方には番組特製のボールペンを、採用不採用に関わらず、いただいたすべてのメッセージから抽選で3人の方には、現金3000円ずつを、一番盛り上がったメッセージをくださったお一人にも、現金3000円をプレゼントします。来週金曜日の午前中までに届くようお送りください。宛先です。ファックスは06。 六八6九8 0 9 9 0 9 0 0 6 6 8 0 9 9 0 9 0 e メールはおばちゃんアットマーク MBS1179.comOBACHAN アットマーク MBS1179.com おはがきは郵便番号 530-8304MBS ラジオそれゆけメッセンジャー今週のテーマ係までたくさんのメッセージをお待ちしています 機能性靴下のエコノレックと播磨ださん生牡蠣の丸と水さんがお送りする今週の「それ受け目線」はい、はい、新しい提供がついてるありがとうございます,います生牡蠣の丸と水産おいしいんですよこの柿はやっぱり播磨、ね、のねあの柿ってもちろん柿蠣だ広島ってイメージあるけど。はいはい ハリマの柿の大きさすごいよほんまにプリッとしてる本当に食べ応えあるぜひ食べてください贅沢なねいいですよさあありがとうございますということで早速行きますか行く言うてみやんまずは行かへんというセかまずは川岸セレクト80代女性がなりたい顔はテレビ番組の企画で80代の女性になりたい顔を聞いたところ3位オードリーヘップバーン 2>, 2位吉永小百合1位はなんと自分の顔街頭インタビューでは年<ー>を取れば自然にシワは増えるわシミは出るわでいいのこのまんまでいいの自分の顔で十分と長年共にした自分の顔への強い愛着を示す意見が上がりましたっやっぱ女性っぽいねこれ多分80年生きてたら顔じゃないって分かりはるんですよ ねまあね、顔に出出るとも言います、ねうん、出ますすね男性に聞いたらまた全然話は違ったような気はするけど、ねうん、そんななこと考えたい、ねうんうん、女,女性はいろんなこと考えたりするけど結局はあの顔が目が大きいからとか、ね、鼻が高いからって言うけど、はい、結局80とか70とかなんて年をお年目めいた時に、はい、人生が本当に顔に出るというか、うん、やっぱりあのちゃんとこういうなんか幸福感を持ってる人はふくやかな顔されてるし。そうですよ、ね うん、あのお二人はどうですか、うん、あの年々自分の顔が好きになっていってる傾向ってやっぱありりあます知り合いの方でもちょっとナルシストの方がいててね、はい、自分の写真とかそういうの撮るの好きな人がおるんですよ、うん、そういう気持ちは全くわかんないです、うん、自分の写真を撮りたいとかないな鏡で顔をずっと見ときたいとか全くないです。あででもも嫌いでもないな どっちかと,いうと嫌いです。俺好きとか嫌いとか考えたことないけどね。あーなんかこう昔よりこう人情とかなんかその人生が出てきたなみたいな。いや岸和田の前も言いましたけどタクシーの運転手さんにコロッケさんに間違えられてから嫌いです。<laughs> <laughs> そんから嫌いになりました。そんな風に見えるの。あ朝川, <laughs> 川明さんと。朝川明さんと。あお母さんそっくりや。お母さんそっくりや。だからまあまあ俺の別も顔なんか<ー>今逆に言ったこの歳になってどうのこうのかなんとも思わんわ。はい、まあなんとも思わへんけどね。本間は。あまあそうです。うそうなってきますよね。うんうん、一生もなんなのこれ。あいや私も昔自分の顔がほんまに世界で一番ブスと思ってたんですよ。まあそうだったんですけど本当に。も 防御が早ないですか <laughs> そ、ね、何も言わせへん,ん防御が早すぎません、ね、何,何も言わせへんやんな俺ら <laughs>、うん、好きな顔ランキングの最下位が自分だったんですよ もうちっちゃい時ね、ほんまに鼻もちいちゃいし、うん、目もちいちゃいし、なんか歯茎も丸出しやし、鼻も全部全然、歯茎丸出しや思ってはなかったですよ。<laughs> 歯歯歯歯茎茎茎茎丸出しののの子やややっったたた本当にもう小学校2年生言われたいや言われてません言われてませんんえなないいいぐらでですよもうなんかもうほぼ歯1対9でもう9が歯茎みか ハグキだけで撮った、うん。あ、そうなんですよ珍しい。馬の反対みたいなやつ。<笑><笑>ねね、<laughs> いやほんでなん,なんか一生懸命ハグキが出ない笑い方を練習したりとか。ああ、そらそんだけ出てたら。言った。がそんだけ出てたら気にはなるやろな。<笑><笑>平安貴族みたいに。お<笑><笑>お。確かに。なん <laughs> <laughs> から。<laughs> <laughs> あ、グラスアイハさんの顔なんですか、ね、確かにそれは気になる。なるな。そうなんですよ。もうほんまに嫌で嫌で仕方がなくて、うん、でもうもうだからすごい頑張ったんです。整形と頑張って。整形した。ゴンゴン <laughs> 整骨はしてないんですけど、歯茎きなんかどうやって歯抜きは大人の歯が生えてきたらだんだん狭まっていったんですよ。そういうことね。永久歯が生えてきたら、乳社の時にこうちっちゃかった歯が、<laughs> はい、多分そういうことやな。うん、そうなんです。でも歯並びもめちゃくちゃ悪かったんですよ。うん、なんか片っぽだけ歯出てるみたいな変な歯並びだったんですよ。だからなんかもうそれもあのこう自分でこう熾烈矯正のやつやったりとか、はいはい、あとあ歯茎はまだ削りたいんですけど、それも相談に。歯茎って削れんの？ いや無理だったんですよなんかその結構大掛かりななんかその削れませんかっていうね質問をね歯医者さん各歯医者削られやん歯茎なんか削そんな歯茎削る歯、はい、削,削るのと一緒やろ歯茎削るんだって無理ださだるもうとしちゃうんからさ歯茎のくらいポンってこう落とせないでしょそんな歯茎出てると思えへんで今あの一生懸命だから歯茎が出ない笑い方やってるんですよどうやってやってんのなん,かえなんかこういう感じですなんかそんな笑い方してやや <laughs> やんやろ思いっきり笑ったか私の、no. そんな笑い事をしてたの？言ってんのこいつ。さっきそんな笑い事をしたっけ？言ってんやんか。それでできんの歯茎。なんかかなかななんか。なんかこうこういう。でもその人って自分が思ってるほどそんな別に人とか見えないやんか本当ですか？本当やね別に。いやだからもうほんまに人の歯と歯茎の周りとか私俺口元めちゃくちゃ下がってるけど別。 その口元大事印象でお前口元下がってるだとは言われたことない思わないですね。確かに。言われてあそうってなもんで。白木論って言われたことないの。目ちっちゃいのは目ちっちゃいわ。いやいやそれはめちゃくちゃ大きなだめ <laughs> そ,そんなちっちゃくない <laughs> と思いますけど。シリアの赤ちゃんに似てるもんね。<laughs> <っ> <laughs> ノラちゃんは似てる。それ、さっきの、あの、あやはやさんのコロッケさんと一緒ですわ。何?。平、あの、コロッケさんに似てるって言われて、嫌だった。<や>同じ感情です。いや、の、ノラちゃん似てるって言われて。でも。平校生が違ノラちゃんはドンピシャやんか、うん。そうですか。それとコロッケさんもドンピシャですよ。それコロッケさんは笑いが起こるよ。あそういう見方もあんねんなって。ああ、なるほど。そういう見方もあんねんなっていう感じやけど。はい、私の平野ノラさんは。 いや、おおんって。あ、あ、かる、わかるって感じです。似てるんじゃない。似てるんじゃない。そうなんですかね。まあ、それも、だから、それも、それも。コロナさんのジェットな神輿と一緒や。古いや。分かん古いや。生今となっては、好きな顔ランキング、自分の顔が、まあ、十位以内に入ってきましたって。なんでなの?。努力したからですよ。なんか、こう、いろいろ、こう、いろんな、こう、眉毛、こうしたら、目、あの、離れて見えへんなとか。へえ。あの、もう、ルックスはいいから。はい。 教養とか身につけます。知性とかそうですね。今知性ない常識とか <laughs> それ全部ないランキング今最下位なんで <laughs> そこを上げていきたいと思います。以上今週のそれいけ目線でした。<laughs> パチンコ＆スロットスーパーコスモグループの提供でお送りします。すいませんア原ですかどうか背中を押させていただけますか神様ありがとう。 このコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知っている相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーですー匿名特住所の方ね、えー、<coughs> アパートの駐車場に開通した車が止まっておりふかした爆音や <coughs> 噛高だない謎の音が締め切った部屋まで大きく聞こえて気になっております。その車は私の車の隣に止まっていて、ええ、ぶつけないように駐車しなければならずストレスに感じております。苦情を入れたいがトラブルになったりしないか心配で行動できませんということなんですけども、うん、まあこれ改造や、ね、音に関しては文句言えないので仕方ないと。まあそうですよね。まあそれは法的にね、守られてるものやったら。そうそうただ、 もう止め方に関してはね、やっぱ管理会社に言わない当たったりしたら、はい、大変やからね。ああいうのも昔言ったよな、車の止め方。そうそうそ金銀とも,もめたというか、ちゃ、うんそうそうとした管理会社にやっぱり言うっ、ん、て。その止め方やったら、やっぱあ当たる可能性が。こっち側に入ってるって、はいうっ,ったの。うん、やってくれたがいいよ。はい。はい、お返事頂い,いております。ええー、私の悩みを取り上げていただき、ありがとうございました。 車はセダン系で走り屋というよりはただ目立ちたいだけのような印象の車です、うん、なるほどねそっちの相、ねね、原さんのおっしゃる通り爆音についてはそっとしておこうと思いますが車の止め方については事故をした方が大変管理会社に言った方がいいとのアドバイスを受け先日管理会社へ相談をしました、うん、すると現場を確認して手紙などで注意をしますという回答がありました、うん、しばらくは車の止め方が改善することを期待しながら待っていようと思います背中を押していただいてありがとうございました意外と。 と言われたハってなるかもしれんしね。ね、決め、ね、かなかっただけみたいな。ボールペン差し上げたいと思います。はい、では今週のお悩みに参ります。ラジオネームおひげちゃんラブさん、えーうん、神戸市の方からいただきました。旦那のことです。結婚して20年ほどですが、まあ前からそんなにお行儀がいいわけではありませんが、うん、年々咀嚼音やらあくびやら音が大きくなっているんです。あくび。歯磨きの時のカーペ。 もうこんなうるさかったというくらいうるさいですたまにに<う>たまに嫌味を込めてなんかいろんな音でかなってないと言ってやるのですがえへへって感じでごまかすだけですほんまに嫌なんです息子にはおとんくちゃらあやのにおかんなんも言わへんやん俺らには言うくせに<ー>と言われました私も言いたいけど言ったらムッとするんです ほんままままににやここししいいいででです。す。のままでは嫌いになってしまいそうですどうやったら危機感を感じてくれるのでしょうか旦那に手紙を書こうかと思ったのですがまずはパラちゃんに聞いてからにしようと思いこちらへ相談させていただきましたちなみにこんな旦那は普段は穏やかですが逆ギレする性格です。ほんまにややこしいです。どうぞいいアドバイスをお願いしますと。<laughs> まあ ある意味の家族にはご主人になったんでしょうね。ああ、そうですね。このご主人はそういうことはないの。この辺に書いてるのはないんですけど、<ー>いやそんな顔いがめてありませんよ。そんな。でも最近すっごい嫌なんか一個あるんですよ。<何>トイレをするお手洗いするときにちょっと空いてるんですよ。いつも。あ,<ー>あれはまあまあわからんでもないけどね。 それ私すっごい気になるんですよ。で私は何回言っても直さないちょっと直さないてるでとはい閉めてでなぜがなぜ嫌なの？匂いとかねやっぱりそう匂いがくる出てくるのは嫌なんですよだから閉めて <laughs> なんででるるる匂いい出るぐらいないや出るでしょ、ね、だからあの私がもうと廊下通るたびにボンってこうあの私が閉めるようにしてますもうそれは言ってももう一緒やなって思って。 そうやなまあこの僕のやり方が正しいかどうか分かりませんけどあの口でコンコンと言っても多分無意識なんですよその人ってねカ、ね、ーペとかで <laughs> でしょそうです、ね、こういう時ってね、まあ、僕はよくやりがちなんですけども「あダメだ!」と思ったら、うん、もう正直罵倒することもなく、うん、むしろもっと丁寧になっていくタイプなんです。 他人のようにあ<ー> <laughs> だからその親しき中にも礼儀ありをもう自分から実践して、うんはい、もう自分はもう逆に気付いてもらえるぐらいにいや気付いてもうあの例えばその家の片付けうんぬんかんぬん昔僕私はぼやいてましたけども,、はい、もうそれも自分から率先してきれいにしていく、うんうん、こ,こういう。 きチッとこういう風うに置かないと自分がき機嫌が悪い。はい、だから人にお願いするんじゃなくて、自分からやっていく。はい、ほんな。その人はその人なんでもう仕方がない。うん、でも私はほら凛、はい、としてまっしゃろっていうところを見せるしかないですね。多分言ったってね。むっ、うん、とするだけちゃう。ぎっちゃんのようにこうなん。何十分もかけて、はい、こうやねんって。 言 <laughs> うようなことでもないやん、ね、<laughs> まあまあそうですね <laughs> でも親し,しき中にも礼儀ありやでみたいなところを自分から実践していくしかないんちゃうかなそうですねまずは挨拶からじゃないですかおはようとかおはようかなるほど <laughs> ありがとうとか じゃあななんんか最近変わってきたなと思いますもんね、うん、ありだって当たり前のところ始まったらだってそこでハッと気づくんじゃないですかですまあおはようやっぱり言わなあかん、うん、ね,ね、まあ、一緒の家族でもそれが逆に僕だけ思うんですよね、うん、その親しいからこそ「おはようございます」にしてしまうかね。うんうん もう兄弟、あの、娘であろうかもう息子であろうが。そこだけどね、あとは別にいいやんか、別に戦ったけどね。あのおはようございますだけ、おはようございますって言うたら、なんかいいんじゃないのって思ったりするけどね。なんか、僕、うちの家族がね。その、そういうこと言わない家族やったんです。おじいちゃん、おばあちゃんも、おはようございます。おはよう。あ、言わすとか。ええ、目黒様とか。昔の人は。言わへんね。んで、俺はそういうの嫌やなと思ったから、自分が家族になった時には、子供とかでも、おはようとか。 っってらっしゃいとか「さようなら」とか「ありがとう」とかそれ誰かがね人任せじゃなくて自分が率先していくと雰囲気って変わるかもしれませんね,そうですねやってほしいなったらまず自分からっていう。うはい、それかまあねお風呂で「鼻歌」を歌うかね。<laughs> なんでですか？カーペットが嫌いやでーす <laughs> そ。そんな,そんなの出てきた。<laughs> カーペーの歌。<laughs> <laughs> こんなん私は大嫌いん。う <laughs> わ。旦那に言うの本当しギちゃんはその閉めてって言って。言,う言いましたけど直らなかったんで、もう言わずに私が閉めてます。もうしゃもそれはもう申しない,、はい。もう仕方がないと思いました。もうそうなった以上治らはね。はい。まあその 1> 1個ぐらい我慢したらいいんじゃない？その一個ぐらい。いやその他にもありますよ。ね、私もっと我慢してもらってるわけじゃないですよ。なんかそういう人いるじゃん。ね、ご主人はもうね、はい、いっぱい我慢してる。そんなことないですよ。<も>頑固やなお前。頑固なんですよ。頑固やなお前。頑固引かないですよ。番組であろうがなんであろうが。<laughs> <laughs> まずまず、はい、自分から凛としていきましょう <laughs> はいお願いしますさあ皆さんもうすら知っている相原に迷いをぶつけてみませんか迷っていることを詳しく書いて送ってください採用者には相原直筆色紙とボールペンステッカーキーホルダーそしてぎッしゃんお手製の川柳お届けしますはいえー、色紙そしてステッカー2枚このなんか親しき中にもみたいな川柳差し上げましょうかわ、はい、かりました、はい、お届けします さあ、それではいただいたメッセージをご紹介しましょう。今日のテーマいいいいい、いらんこといいやない。らんこといいやな。ええー、大阪市は黒田さん、大好きさんですね。ええ、通勤時に利用する自転車置き場のおっさんは愛想がよく。うん、初めは挨拶を交わす程度だったのですが、はい、そのうちお菓子をくれるようになり。うん、私も初めはお返しをしていたのですが、うん、どんどんくれるのが。こっち、えー、どんどんくれるので、こちらも愛想を振りまくるのもしんどくなり、うん、始めた頃。 ある朝おっさんが「おはよう俺今日終わるの3時やで」と言われた瞬間「はあだからなんやねん」という思いでいっぱいになりそれか,それからは明らかに冷たくあしらっていますおっさんいらんこと言うなやいやかわいすやんかちょ女性の方ようーんまあそれでもなだってああいから始まってお菓子渡して「俺3時で終わるで」知らんならとはまあなるけどさ <laughs> さあこちらラジオネーム「このまま枯れていきたくないさん」大阪市の方から頂きました、はい、うちの小児の娘は紫と水色の服1枚ずつを毎日交互に着て学校に行っています、うん、毎日洗濯をするので問題なかったのですがある日友達に「まるちゃんはいつも同じ服着てるね 2> <ー>服2枚しかないの洗濯してるの?」と言われたそうです、うん、その一言がきっかけで娘は服が2枚しかないことを恥ずかしいと思うようになり「うん、もっといろんな服が欲しい」 赤とかピンクとかの服が欲しいとダダを超えるダだちゃうやんか2枚は少ないやろ家計が日の車なのに<え>結果3枚以上<え>3枚以上あ三枚上着を買い足すはめにおい近所の友達やや、うん、機嫌よく2枚の服でしのいでたのにいらんこと言いなやいやそれでも今安いやんかだっていうロ呂やとかちょっと豪とかうちの長男が言うてたや小6の時成長期になってどんどん出か,かって。 で、もう通販で服買って3着をずっと着回しててフィラの服をフィラオって言われてフィラオって言われてフィラオって言われてて本来ある人に言われたらしい、て塾でお前んち貧乏なあお前んち貧乏やからよう見たらんか3枚を着回してるのバレたんやてでもフィラやんのフィラオお前フィラオやなお前フィラオやなフィラオやなフィラや今それ弟が着てるけどちょっと 二代目の広二枚目は,枚はちょっと変わったおじいちゃんの子の子供の名前何枚ぐらいある？六十持ってるやろ？八十万そんなにないですよ。まあまあ人並み程、ね、おじいちゃんおばあちゃんとかもこれあるやろ。二、まあ、いやいやそんなにないです。ラジオネームコルダお願いします。はい、ええー、十年ほど前に某チェーン店のお寿司屋さんに行った時のことです。はい、その日は長女の誕生日会用に注文してお寿司を取りに行きました。うん、長女と店内に椅子に座んで椅子に並んで座り待っているとカウンターの中にいたおばあさんが、うん、うわ かわいそうだぐらいパパとそっくりやねと言われああ瞬間湯沸かし器の私は切れてしまい店長を呼んで話をしました、うん、隣でみるみる小さくなるおばさん「うん、ほんまにいらんこと言うな」えー、ととどめを刺して店を出ましたまあ店の店員さんが言うてきたんかな。う <laughs> そっくりかわいそうってなかなか言うなれ親戚でも露骨に言うのはあるけどなうちで言うたら長男が俺に次男は嫁に言ったらうちのおふくろとかやったら露骨に長男は「あうちの家系の子やわ」って言わせんなこと言うのそんなら嫁なんじゃんピリッとするし次男は「ああそっち側のあれやね」って次男なんか大人やねん今してたけどいや嫁はあじゃおかんが 次男の方見て嫁はん側の顔やねってあるあるですねそれってやっぱりピリッとくんの俺子供もんか分からへんけどもうそういう性格の人やって認識してるからあんまり結構まあまあねみたいな言うてるでもおかんは離婚してんねやろ離婚してる顔じありちゃ恥ずかしいな本人に問題ありよう考えたらそうやったなるほど こちら、えー、盗った兄貴の妹さんからいただきました、京都市の方です、メガネのネジを締めてもらうのに購入したお店に行きました、うん、気になっていたので、レンズだけ買えることはできますかと尋ねると、うん、店員がお客様、これは5000円で買われたのですよね、うん、それでしたらレンズを買えるより新しく買われた方が5000円のですよね、うん、5000円のやったら、5000円、5000円って何回言うねん、大きい声でいらんこといいなってことす、ね。こでまあでもこれ あのなんかそういうわざかな思いで俺も高圧洗浄機工程潰れたんですよ中売りだしたらほんまにね 円ぐらあるよなあれなんであわざと新しく買わそうというもだって修理代なんて合ってないような値段ちゃうのって思っちゃうねんけどもねほぼ変わりませんよみたいな言われたらもうしゃあないわえラジオのまめのこさんですね私が勤めている税理士事務所にまるさんからの紹介で帳簿を見てほしい」と歯科医院の奥さんが来られましたいろいろお話しされ契約することになりましたそして帰り 私んとこを見てもろた先生みんな死に張るんです <laughs> ここが4件目よろしくお願いします一瞬事務所の中には凍りついたような 気が流れましたあれから20年以上経ちましたがうちの先生はいたって元気ですいらんこといいなやあんまにこれいらんこといいなやね本当にもうね、これは本当にいらんこといさあどなたに差し上げましょうか豆の子さんですなみんな死ぬねん言われたからいやいやも言いづらいしね元気3000円プレゼントいたしますたくさんのメッセージをありがとうございました さあそ、えー、リウケメッセンジは今日の3000円当選者の方の発表です。堺市北区にお住まいのラジオネーム、強い男さん、淡路市にお住まいのラジオネーム、もんもんもんちっちさん、大東市にお住まいのラジオネーム、よっちゃんさん、以上3人の方です、おめでとうございます。です前回のソリウケグルメ博博多多県県県福岡県さんですよね はい、もつ鍋セット失礼しました。どういう間違えんな。<laughs> 博多県はないよな。ええ、県やろ、えー。はい、博多のはい、そうですね。もう似てるもんな。似てるか。<laughs> <laughs> 高橋市にお住まいのラジオネームこきのおっちゃんさん鹿児島市にお住まいの鹿島真紀さん丹波篠山市にお住まいの中尾さと美さん以上3人の方ですおめでとうございます来週も番組にいただいたメールファックスおはがきすべてのお便りの中から抽選で3人の方に現金3000円をまた3人の方にはそれ受けグルメプレゼントいたします今週はシャブシャブ用黒毛和牛です必ずおところお名前連絡先電話番号を明記してお送りくださいプレゼントの応募には合言葉が必要です今日の合言葉 キンパ十本。キンパ十本とあの書いてお送りください。来週のテーマはまるまるの準備でお待ちしています。宛先です。ファックスは零六六八零九の九零九零零六六八零九の九零九零。e-mail はおばちゃんアットマーク m b s 一一七九ドットコム obachan アットマーク m b s 一一七九ドットコム。おはがきは郵便番号五三零の八三零 MBS ラジオそれゆけメッセンジャーテーマにご応募の方は今週のテーマ係プレゼントご応募のみの方はプレゼント係までプレゼントへの,ごあの合言葉をお忘れなくお待ちしていますあのーうん、ギシャンにハガキ来てまして、はい、先日、はい、子猫を,、えー、を保護しました、はい、ギシャンファンの私はゆかちゃんと名付けましたありがとうかま,まれました。<laughs> シャーシャーと威嚇しにゃーにゃーうるさく泣いておりますギッチャンスらを恨んでおりますなんでですか全く関係ないめちゃくちゃとばっちいですよね怒るなよそれはそうでしょう。勝手に名前つけてね忘れてましたグッキーアンガグッキーって言わんとってくださいもう今治りましたガンダーみたいに言ってるな妖怪人ゲームの妖怪人ゲーム身するときね変な悪鬼の絵もかかんとってくださいラジオトークでて僕やってるんですけどそれが今日ね昨日かやってるな やってるんですけど一番すじのはなんと富吉さんなんです富吉さんとこめっちゃ回るんですよすいませんお会いだわ私めっちゃ黒田とはいはると川岸由佳でしたまた来週さよならそれ行けーぎしゃさあ改めまして川岸由佳です黒田ですはいはですよろしくお願いしますはいどうしたんグッキーえぇグッキーって言わんといてください新しいあだ名付けんとってください もうすごい嫌なね顔えちょっとその歯ぎき出して見ンタイでくださいよ <laughs> 時間なくなります。しかも全然出てませんからね。もう30秒あの元歯ぎき。すみません。あのまあ五分でやらせていただくんですけれども、<laughs> <laughs> あの今回二つテーマがありまして、はい、で一、えー、つがあのジブリを見たことがないっていうお話を私がさあこの間、はいはい、しましたのであのちょっと見てきましたので、うん、何を見てきたんですか。 ランキング形式でお伝えしようかと思っていましあ、もう一個あるんですけれども今年ももうう終わりですねといまだもうちょっとあるけど始まったねが始まっないや違います最後私で締めくくらせていただきますのでよろしくお願いします。で今年の漢字を一時表したら何になるかなって考えたときにちょっとこれ発表したいなって。 川岸優香の今年の漢字はいその2つをテーマに今回やらせていただきます1つはですねジブリなんですけれどもはいはい聞きましたさっき4位から発表させていただきます4位ですか5位からじゃなくてベスト3でもなくベスト5でもない4位4位ホタルの墓いいんですよ めちゃくちゃいいんです。あのやっぱあの大人になってみると違いますね。あの子供がおったりした余計ね。はい。グッとくるものがあります。ただもうすごいやっぱ泣いてしまうので、ちょっとこうグッとこう気持ちがこう沈んでしまいました。はい。ッと来たっていうことでいいですか。えグッと来ました。はい。あの三位はいッと来ました。はい。コタルの卓球。やばグッと。私も書いてます。グあの三位魔女の宅急便魔女の宅急まああの。

で一位です。感想なしですか。トトロはもう言わずもがなです。はい。一位。言わへんの。言わへんの感想。あの不思議な世界観だなと思いました。まあ隣のトトロっていうところ時代がね。不思議な世界。不思議な。でぐぐっ世界観。世界観。でぐっと。一位です。ポニョです。ポニョこれおすすめポイントめちゃくちゃあります。あの相原さんにもぜひと思ってて。 あのこいつはアイハラポニオでこいつカメなんです隣のね隣のじゃないでしょご自身のでしょ毛布のカメです車れたカですもしおは落ち葉のカメがすっごい嫌がられますけどね嫁さんに何これま仕方ないですよね買ってしまったんですからねポニオはいあのポニオは時間が短いですそうなのはい。 えっと七十の時です。感は時間が短い。<laughs> 感想は時間が七十分ぐらいの。はい、七十分そこそこぐらいです。1> 1いはい。<ー>あの千と千尋とかも二時間とかある。ちょっと長いもののけ姫とか長いんですけど、まあ、短いし、うん、であとホタルの墓ほど感情輸入がない。 で、うん、まあそうやろうなう、はい、軽く見られますあの気楽にね一、うん、<で>位が軽く見られる <laughs> 軽く見られるいや軽く見られるいや俺,俺の釣りバカにしと一緒やから<あ>軽うだからポニョどうかなとはい俺あのトトロしかあんま見えひんな<ー>トトロは好きやけどね僕あれ見ました最近何ですかにおすすめされてええー、っっととと小、えー、人のやつ話。

ちょっと軽く見えるっていうなんか嫌なんかあるかもしれない完全ねめちゃくちゃ面白かったです今年の漢字一文字はあの変わるという字です変化の変だったんですけどまこれはまた次回にはいあのもう時間ありませんので全然時間はいオのどうじゃないのはい変化でしたあの離れるのリーカいや違います変化の変別ノそんな一番嫌ですそんな不吉なまたあのいろいろお待ちしてますメッセージもギッシャーリクエストとか苦手な食べ物克服したい人送ってくださいお相手は川岸裕香と 黒だとあやらでしたありがとうございました <laughs>